はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズラの方、リントブルム降臨の壊滅級やっていきたいと思います。使うリーダーの方なんですけども、進藤かりんさんですね。少し前に、あれですな、ガンホカロフェスのキャラクターとして強化が来まして、新しい進化が来たんですけども、なかなかね汎用性が高いということで使っていきましょう。エドワードみたいなスキルを持ってたんですが、進化することによって、3ターンの間光と闇が攻撃力2倍、ダメージを半減と、耐久力も出て火力も出る、とんでもねえキャラクターになっております。今回はこの進藤かりんさんを使ってリントブルムやっていくんですが、最後やっぱ運になっちゃうんだよね。うん、リントブルムさん根性がめんどくさい。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。6フロアとね、結構短いんですけど、全部ワンパンできねえんだよな。全部ワンパン一撃で通過できるくらいのパズル力、力というかそういうのがあれば、まああのあれできるんですよね。沸かした7、まあいいや、何の話。3ターンの間光と闇が攻撃力2倍プラス半減なので、リーダーもフレンドもということでいけるっちゃいけるんですよ。ずっとその効果を持続しながら、ただ最後がねワンパンできないんですよ。というよりは3フロア目、この後だったかな、この後のやつが確かね硬いんですよね。 OK、 回復は揃えた。これで根性を無効化してくれるはず。火の落としが作りたかったな。 OK、 突破。これでシェリアスルーツについているあれが発動して、と追い打ち。ここまでは悪くない。3フロア目、はい、こいつの先制攻撃でやってくるこのプラントネット、これがあのインドラさんだけ無効化できないんですよ。でインドラさんはあのこの後出てくる敵で、あの雲攻撃してくるやつがいるんですけど、その雲の耐性を持ってるキャラクターなんですね。つまりこいつがバインドされているとその効果が発動しないので耐えます。できることなら全部行きたいんですけど、プラスワンパンできるレベルなんですが、ワンパンした後がめんどくさいので安全策を取っております。まずバインド回復がいないんですよね。今回オーディンドラゴンじゃなくてちょっと違うキャラクターを入れてるんで、そろそろ突破しないとまずいか。一応死にはしないんですが、あの半減つけてれば、こいつ4ターンに1回ゴッドガイアブレスだったかな、やってくるんですけど、減らしすぎるとちょっと攻撃モーションが変わります。モーションが変わる、攻撃パターンが変わります。あ、ちょっと迷走しました、ごめんなさい。パズルが迷走しました。結果笑いか、結果笑いと言わせてくれ。結果笑いだ、多分突破できるでしょ。 OK、 ただ突破した後ここもちょっと重要で、こいつの根性による力を発動させてはいけないです。発動させた場合スキルが全員初期まで戻されるので、そうですね、エドワードさんだったら20ターンで使えるんですけど、残り20ターンまで遅延されるんで、回復はあるから、ただ回復ある、だがしかし光がない、プラスこの後の敵が あれしてくるんですよ、雲。ただ雲攻撃してきたらもう一応耐えれることは耐えれるんで、一回火力ガンガンやってみましょうか。光属性消せてないですが、なんとかなるでしょう。落ちてきた、ありがとう。落ちてきてくれたので多分突破ですね。 OK、 さて次がね、トール、私の邪魔をするというのか我だったね。はいね、この雲がめんどくさいんです。この雲のせいで5コンボ以上できないことがあるんですが、まあそこまで痛くはないというかね。プラス僕たちの方は今のところダメージ半減がついているので、余裕で耐えれることは耐えれます、耐えれるんですが、どうかな、あんまり得意じゃないんですよこの雲が。その体勢で連れてきてたんですが、あーもうダメだ、雲だとわかんねえ、大したことないな。
定してくるんですが、まあ、スキル遅延がめんどくさいかなと。回復力がこのパーティーまあまああるので、これは突破しましょうか。おそらく突破できるはず。オーケー、これで落としを狙っていきますか。ただ回復はどっちにしろ無理か。あ、光がすごい落ちてきて、これ多分突破しました。はい、ということでボスです。リントブルムさんの登場。こいつの根性がめちゃくちゃめんどくさいです。根性がめんどくさいから、根性を無効化しようと思ってもできないんですね。最初1段の間で回復ドロップが消せません。なので、ちょっとできるだけ火力出してやってみますか。光を揃えたいところですが、限界かな。これでいいでしょう。闇ドロップあと1コンボ分は揃えられたかなって気もしますが、なかなか減りません。なので、かつてはエドワードさんとシェリアスルーツを組み合わせて、シェリアスルーツで回復を5個以上生成しつつ、それをロックしつつっていうので、回復も消しながらっていう感じでやってたんですけど、ちょっと今回はエドワードさんじゃなくて、神道さんを使っているので、光落ちてこい。いや、光落ちてくるんだな。水も落ちてきてくれた。いいんじゃないですか。ごめんなさい、相手が吸収してるの忘れてました。こうなるとめんどくさいんだよな。シェリアスルーツと透過交換でエドワードさんでちょっとかけてみましょうか。回復を5個以上シェリアスルーツが生成しつつって感じです。はい、ダメです無理です。はい、こうなったらまた耐えるしかないですね。回復が5個以上盤面に残りつつエドワードなんですよね。プラスドロップロックされてたらダメです。んドロップロックされてないとダメです。エドワードさんの力で消しちゃうんで。おう、オッケー、4つ消しちゃ混ぜたが、悪くはない悪くはない。半分削ったね。あ、それは、あー、エドワードさんを遅延したらあかんがな。やばいですね、これは。ちょっと予想外、ここまで削れると思ってなかったのが正直予想外なんですけど。通知がうるさいです、ごめんなさい。倒せないです。倒せないです。これ確かまだ倒せないです。根性は剥がれてるし倒せるだろうって思うかもしれないですけど、ちょっとこれはきついですね。これでどうだ。よし、闇落ちてこいよ。別に落ちてこなくてもいいけど、落ちてこなかった。体力が全回復しておきました。中途半端に削った。あ、まだ死ななかった。あー、じゃあこれは削りつつ、ここで決められなかった場合どうなるかがわからない。リントブルムってなんだっけ、無事切れてきたっけ。この後やばいな、やばい。ちょっと待ってください。苦手なんですよ、このドロップロックされてない、あれを。どれよ、俺よ。ああ、腹減ってきた。いや、なんでもないです。下が水の時に手を離す。え、離してない。いや、行った。あ、行かんかった。あ、振り出しに戻るってやつですね。ちょっと待ってくれ。これは、インドラさんにリーダーが変わっただけなんで、まあ死ななかっただけマシなんですけど、この後、ぶち切れる可能性もあるから嫌なんですよね。OK。これでどうだ。あ、見た目完璧なコンボに見えて光が消えてない。ダメですね。これインドラさん光と闇消さないと火力出ないんで。わぁ。危な、流星群は危ないです。回復ドロップがいっぱいあって助かった。一応今回お借りしてるフレンドさんの、アシスト進化、アシスト進化じゃないね、アシストの方で、あれがついてるんですよ。回復力がかなり上がるので、多分全回復がする。
性の活動こう一応ね、聴覚性の方で、玉だら2級なのプラスで入れるやつなんですけど、あれしてるんで、あれつけてるんですよ。なんだ、9個消しでっていうのつけてるんですけど、僕まだその9個消しが練習中っていうレベルくらい下手くそなんで、これは長くなるぞ。一応これで戻りはしたんですけど、全員スキル使えないし、回復があるのはいいが、しかし、待ってくれ、どうだ、回復が絶対必須、回復が絶対必須、これで体力もいい感じに回復するでしょう。全回復が一番望ましい。よろしい。ですがなかなか減りません。闇属性を吸収？さて、これでまた耐久力が増えた。耐久力増えたので、この後ですが、どうだろうな。これでどれくらい削るかですね。闇属性の回復の方が多かった。で、大手さん次吸収でしょ？正直に言うとめんどくさいっすね、これね。もう本当に根性、マジで根性が苦手です。てかめんどくさいです。どれくらい削りますか。一応今光属性も2倍なんですけどね。耐久力はあるんですが、回復の5個一列消しも難しいですしね。端っこじゃないと僕できないんですよ。まあよしとしましょう。どうだ、そろそろ観念してくれてもええんやで。枯渇する。8コンボ以下吸収はねかなりきついですよ。雲は無効化します。どうしようか。8コンボ以上できないか、できるか。いや、これ8コンボ以上できない気がします。できないね、これできないわ。あのドロップが圧倒的に足りない。落ちてこい。あと 1,2 コンボも落ちてこない。体力全回復はされない。よし、そこまで火力も出なかった。水属性攻撃を吸収。水属性はシェリアスルーツだけなので、ここで勝負かけるか。回復も5個ある。 OK かい。 OK ですな、これで。なあ、木落ちてこい。ありがとうございます。光も落ちてきた。シリアスルーツのあれも無効化して、よっしゃー、投げよう。最後のリントブルームさんだけで、なんだろう、8分くらい戦ってた気がするんですけど。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。